お花紙で作る軽くてとっても立体感のあるポインセチアの作り方です。まず屏風折りにします。はじめに四隅にペンで印をつけておきましょう。2枚重ねたままツルツルの方を上にして半分に折ります。広げてこの真ん中の折り目に合わせて半分に折ります。ひっくり返して反対側も同じように折ります。これで4つに折れました。裏返してこの折り目に合わせて屏風折りにしていきます。山折りのところを次の山折りの線に合わせます。これを繰り返します。そうすると、とても綺麗な八つ折りの屏風折りができました。次は先の部分を斜めに切り落とします。まず半分に折ります。印がついているところを切り落とすように斜めに線を入れてハサミで切ります。開いて真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます。印を入れてないと間違えて反対側を切ってしまうことがあります。これだと開いた時に端が半分になってしまいます。印をつけておけばこんな風に端が半分になってしまうことがありません。赤いお花紙でも同じようにしております。赤い方は少し小さくしたいので、角から1センチほど入ったところから斜めに切ります。これでポインセチアの葉と花の準備ができました。2枚重ねになっている部分を広げていきます。破れないように気をつけながら根元までしっかりと開いてください。根元までしっかり開いたら
この屏風織りが見える部分、ここですね、これをツルツルの方から真ん中の部分ギューッと押さえます。そして葉っぱをきれいに整えます。これでグッとボリュームが出ました。赤い方も同じように開いていきます。赤と緑ができたら、緑の真ん中に液体のりをつけます。ここに赤をのせてギュッと押し付けて貼り付けます。こんなにふわふわになりました。次は真ん中の黄色い花の芯を作ります。お花紙は半分だけ使います。これを3つに切ります。切ったお花紙をボール状にするには液体のりを使います。手のひらの真ん中にくるくるとのりをつけて優しく転がしていきます。指先で形を整えて出来上がりです。のりをつけすぎないように気をつけましょう。3つできたら、先ほど作っておいた花の真ん中に液体のりで貼ります。これでふわふわのポインセチアが出来上がりました。型崩れを防ぐにはもう一手間、ハードタイプのヘアスプレーを吹きかけましょう。スプレーが乾くと少しぐらい押さえても型崩れしなくなります。たくさん作って壁面に飾ると一気に華やかになります。